はようございます。ビレッジノーム到着しました。こういうキャンプ場ですね。今日はちょっとね、簡単な、グッズ紹介というかノウハウ紹介。こういうキャンプ場とか RV パークとかで車中泊をするとき、必ずしもフラットな場所ばかりとは限りません。今日ね、うちもね、ちょっと頭が下がっているポジションに止めさせてもらってるんですけども、こういう時に役に立つのがこちらです。じゃん。なんて言うんだろうこれ。名前はなんていうか忘れましたが、これをタイヤの下にかませて、水平でないね、ボコボコのところでうまく車を水平を出すためのグッズになります。で、車中泊で一番大事なのは、実は水平が一番大事です。これによって寝床の快適さが大きく変わってしまいます。ましてや頭の方がね、下の方になると血が上っちゃうんで、それらを解決するための道具がこちらです。今ちょっと設置しますのでね、見ててください。これを非常に簡単、タイヤの下にかまします。たったこれだけです。簡単でしょ、うん、これ両方ね、例えば今車がこう傾いているのでフロントに2個かまします、うんうん、もしこう斜めった場合は こっち側足にかますとかっていう風に、まあいろんな方向に使います。まあ見ててください。必ず2つ使うんだね。2つ使う。もう1個はうん、あるあるある。あ、なんか水平になってるよ。どうでしょう。なんか水平を取れてる気がします、ね、っていう風にこれをかましてあげてバランスを取ることでうまく水平を出すことができるこのグッズ。ちょっとね、物が大きいので邪魔くさいのではありますが、やはり車中泊は寝床の快適さがね、すごく重要だということは前から言ってると思います。おすすめです。Dude, that father is 10 and permed.